当は太陽が昇った時ぐらいに歩けるとすごく清々しいし気持ちいい気分になれるな。僕同じ道歩くのが好きじゃなくて毎日こう変えていってだから一周7パターンぐらい作ってそれを歩いてこうこの月曜日はこのルートみたいなのでこうたなんて言うんですかね自分なりにルールを決めて歩くみたいなのが好きでそうするとここに来た時に今これ撮ってるのが僕の仕事場でもあるんですけどなんかこうアイディアじゃないですけどちょっとこう家と違う切り替えみたいなのができるのが散歩というか通勤で歩くっていうことで僕もともと全然アウトドア興味なかったんですけど10代の頃で初めて僕水戸さんに出会った時が15年ぐらい前ですかね。ゴーアウトもっていう言葉もなくてアウトドアの雑誌やるんだよっていう多分水戸さんが思ってたゴーアウト、うん、もっと簡単にこう外に出ようみたいなことで歩きながらなんかいろんな景色見たりとかすると結構気づかなかったことに気づけたりとかあこうなってんだとか本当に今まで緑だった葉っぱがあ花が咲いてるとかっていうことだけでもなんかちょっと面白かったりとかしてその何なんですかね話すと一緒なのかもしれないんですけど誰かとコミュニケーション取ってるというか一緒に同じ時間を過ごせてる感じとかが外に出ることでどん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 見えてくると自分も止まってないで前に進んで元気になろうみたいな気持ちに自然となるのかなとか思いますし。